こんにちは、たまちゃんです。さて、ディアボロ4のシーズン3直前ということで、今回はそれまでの特別回、ディアボロ3でディアボロ1を遊べる男女の紹介を行います。まあ、今までディアボロ1をより面白く遊ぶ方法をいくつか紹介してきました。まずはディアボロ1作目の大型拡張、ディアボロ1 HD モッドというものです。もう初代は30年くらい前の作品ですが、現在もその大型拡張モッドは更新されています。クラスが追加され、クラフト要素が大幅に増えます。もう現代基準のハクスラゲーのような面白さが加わっています。次にグリムドーンのレーンオブテラーです。これは最近も紹介しました。グリムドーンのシステムでディアブロ1、2が遊べてしまいます。むちゃくちゃおすすめです。そして今回はディアブロ3のアニバーサリーダンジョンです。1年に1ヶ月ほどディアブロ1のダンジョンを遊べます。映像面の見た目が昔のディアブロのようになり、ディアブロ1のクエストもある程度用意されていたりします。そして魅力的な報酬として、ブッチャーがペットになります。あと牛もペットにできるという話です。で、毎年1月のみ遊べるので、現在がちょうど遊べます。というわけで、一通りプレイした様子をどうぞご覧ください。じゃあ、お久しぶりに文句にしましょうか。ゲームセッティングでアドベンチャーモードでいいのかな。そう、これでキャンペーンモードはスキップできますね。で、その後ワールドマップ、これだ、アクト1のここかな、トリストラム、こちらに飛びますと。さあ、するとまずは井戸の近くにポータルがあるという話ですね。どこだ、あ、ここか。なんかいるな。これ普通の敵か。ここに入れば、ディアブロ1のね、トリストラム、そこに行けるんですね。この場所は、元のトリストラムなんですかね。場所合ってるかな？ちょっとなんか地形が違う感じするけど。まあ、入ってみましょうか。ちょっとカクついてますね。なんか FPS が。低い感じになってる。おお、来た！トリストラム着いたけれど、街は壊滅してますね。グリズウォールド、死んでいる。これは、その壊滅した後の話なのかな？ちゃんとストーリーに沿ったままになってんですかね？オグデン、このキャラも、多分クエストとかくれる NPC ですね。これ宿屋があったんじゃないかな？他にはケインがいれば、まあ、ここにいたはずですけどね。なんか倒れてますね。あとこれはヒーラーか。ピピンズ。あとこっち側に、酒を飲んでいたキャラクターいましたね。いますね。他には何があるんだ？あとそうだ、リアの母親がいた場所。ちょっと行けなくなってんのかな？この川の向こうですけどね。エイドリア。あとはワートの死体あたりがありそうですね、こっちには。ディアボロ2を遊んでいれば、まあ、ここら辺おなじみですね。この滅んだトリストラム。ワートの死体がない。もっと奥かな、本来は。で、現在キャラクターの歩き方がね、走るじゃありませんね。一作目のように歩くモーションになってる。あとちょっとカクカクになってんのかな。グラフィックスとかもね、加工されてますね。映像表現で昔のピクセル的な表現になってる。はじめは右上のマップ通り進みましょうか。あ、なんか行けそうだね、右側にね。まっすぐ行くとダンジョンですね。ディアブロ1で潜る。こっちなんかあんじゃないな、これは。ここはエイドリアの場所だと思いますが。何もないか。牛が死んでいる。ああ、生き返った。これは、一体どういうことなんだ。買うレベルに繋がるのか。ちょっと先に進むか。ああ、ここはダンジョンの入りですね。このキャラがブッチャーにやられてね。で、クエストをくれるキャラでしょうね。骸骨になっている。剣をもらいましたが、
この奥にも行けるようだけど。こっちは墓場か。ここが何階かに繋がるんじゃないかな。そのうちね。じゃあ早速潜りましょう。レベル1からどれくらい遊べんのか。あとはそうですね。ディアボロの元まで行けるんですかね。ちゃんとストーリーも用意されてんのかな。誰かが喋っている。いや、ディアボロ1のマップを文句で遊べるってなんか新鮮ですね。ほら、こんな感じで。うわぁ、ちょっとかくついてる感じがいいな。うわぁ、素敵なレベル2。敵はどうなんだ？ディアボロ1と同じ敵になってんのかな。うん、この辺は多分そうでしょうね。ディアボロ1と同じ敵。新たに作られたんですかね。グラフィスとかもね。こういう扉とかは、まあ、ディアボロ3相当ですね。さあ、レベル3。このフォントどうだ？ディアボロ3でも、こういうフォントでした？ 1 と同じフォントになってるかな？どうだろうか。ゴールドのフォントの感じ。で、1作目はゴールドは、クリックして拾う必要ありましたよね。しかし 3C になってます。上に乗れば回収できる。で、敵の数が相当多いね、これ。初めから。倒しがいがある。めちゃめちゃ。いきなりここに来て遊んじゃってもいいんじゃないの、これ。本当に。まあ、このマップは、ディアボロ3のスケルトンキングがいた場所が、そのまま利用されてんのかな。まあ、スケルトンキングも、ディアボロ1からいましたからね。ディアボロ1の主人公の、まあ、父親が、スケルトンキングでしたっけ。さあ、早くも2階に行きますね。マップが結構小さめかな？うん。1階1階がね、結構コンパクトになってるのかもしれませんね。結構初代はまんべんなく練り歩かないと先に進めなかったりしましたが。さらに3階、早いな。あ、違う。ダークパッセージ。これはあれだね。本来街の井戸がなんか毒に侵されていて、それを解決するための通路だね。ただこれね、クエストはないけれど、ここを達成する理由はあんのかな？ダークパーセージ。あと2階には、ブッチャがいますね。本来は。ちゃんと出てくんのかな？まあ、ブッチャーは、ディアボロ3では、アクト1のボスとして出てきますけどね。そう、君な。宝子。レア装備が出ましたね。あれ、ここまでかな。このマップはすごい狭いね。またね、コンパクトだ。いいよ、コンパクトタイプのディアブロ1。やはり特に目標はなかったようだね。先ほどの大きな宝箱するわけで完了かな。ここはさ、レベル6どんどん上がる。一作目はまあレベルの上がりはね、結構ゆっくりでした。さすがディアブロ3は早い展開が。なんだ？急になんかワープしたぞ、今。なんかあったのか？お？あ、なんだなんだこれ。ポータル開きましたね。何ポータルこれ。ちょっと進んでみるか。なんだここ。お？こんなんだこれ。お、お、あれ？なんか普通のディアボロ3になったよ。何起きた？これはもしかして、シーズンのなんかイベントかな？の可能性ある。あー、なんかでも見た目が切り替わるのいいね。急にすごい綺麗な画面になった。一応ディアボロ3はもうなんかシーズン終わったんですよね。最後パラゴンポイントが無限じゃなくなって終わったみたいに聞きましたけど、まだついてんのかな。で、その案はどっかのね、海外ストリーマーが考えたものだとね、言われてますね。で、結局そのストリーマーは自分で考えてはいいもの、つまんなくてすぐやめちゃったとか。これはでかいチェスト。30秒？お、いろいろしてるぞ。ルーン。あれ？ニュートリストラム。アクト1の普通のアプリ戻ってきたね。とりあえずまた戻りたい場合どうしたらいいの？このトリストラムに戻るしかないのか？まあ多分今こなしたのはシーズンのイベント的なものなんだろうね。暫定的な。このトリストラムダンジョンをこなしている最中でもそれが発生すると。お、この先、なんかブッチャーっぽくないですか？この血の跡とか。
いるのか？フレッシュミート。ああ、いた！ブッチャー！このブッチャーは、あれだね。ディアボロ3のアクト1のボスじゃありませんね、見た目が。ちゃんと専用のグラフィックになってる。おー、やったー！ブッチャークリーバー。ニュートランスモグ。武器をブッチャーの、この包丁に変えられるのかな？でもこいつを倒しただけでは、なんかアチーブメント達成になんないのかな？ブッチャーのペットがね、手に入るという話でしたが。ちゃんとブッチャー用の装備を入手してますね。クリーバー。特に、能力がついてないっぽいけど。次は、スケルトンキングの間に行けるようだね。ボス敵として現れんのかな、スケルトンキングは。お、スケルトンキング出た。こいつは、ディアボル3と同じかな？見た目が。ちょっと地味になってるかな。そしかし、これでクリア。またいろいろ落としましたね。小柄のマッパは結構入り組んでますね。ディアボロ3とは、ちょっと違う構造になってきたかな。この本とか、これあれかな？ディアボロ1であった。ああ、真っ暗な場所でしょうね、多分ね。ここの敵を倒すみたいな。これも忠実っぽいですね。これは、普通に人がいますね。あ、敵になった。現在8階。まあ、なんか書物を取ってね、敵対する NPC って言いましたけど。こいつはそれかな？さあ、容赦なく倒してと。アンホーリーアルター。あいつがいんのかな？ディアブロを復活させた。ラザルスでしたっけ？あ。ラザルス出てきましたね。こいつを倒せば、ディアブロ戦かな、次は。どこにいるんだ。姿を消すんだな、こいつは。さあ、倒した。倒してポータルが開きましたね。さあ、行ってみようか。16階。ここにディアブロが、ダークロードが待ち受けてんのか。お、出た！ダークロード！ドア開けた途端、現れた。しかし、今のがあまり強くないな、こいつは。激しい。攻撃が激しいぞ、とても。そうか、ディアブロ3のディアブロは、あれだよね。女バージョンだからね。男バージョンも、ここで出てくるということなんですね。さあ、倒した。今なんか報酬で、ブッチャーのペット、表示されていたかな。で、これディアボロ1のエンディングじゃないの？そうね、ソウルスを抜き取って、主人公は自分の頭にはめてね、封印しようとするんですよね。で、この解釈はいくつかあんのかな？うわー、どうなってるんだー。あー、なんかグロい。あ、これは、あれか、元の、自分の弟ですね、今のは多分ね。元の姿に戻った。あ、生きてる。生きてんのか。どう見ても頭やばいけど。いや、死んだか。これがソウルストーン。ああ。うわあ。ああ。意外と声が若かった。すげえ。映像見れるんだ。感動だ。おお。ペット、リワード。レッドソウルシャード。これがクリア報酬ですかね。ランク25から装備できる。ヘルムにはめられる。性能はあまり強くないとのことですが。なんか数字を見る感じね。12,500% ウェポンダメージって書いてあるけど。意外と強そうだけどね。ペット。あ、いた。ブッチャー。おー、ブッチャーだ。お、おー、ブッチャーだ。すげえ可愛い。まあ、しかし、ディアブロ3のペットは、お金を拾ってくれる程度でしょうね。ちょっと戦ってみましょうか。ちゃんと拾ってくれるのかどうか。さあ、あ、お金拾ってくれる。リーチ気に。やっぱりお金のフォントは、ディアブロ3と、さっきのディアブロ1とではね、違うようだね。ブッチャの駆け足がいいね。この移動速度で、
お金をちんまり拾ってくれるのたまらんですね。さあ本日はここまでですね。いやはやディアブロ3もやはり面白いですね。現在ディアブロ4の次のシーズンを待っていてちょっと気になるという方はこちら遊んでみてはいかがでしょうか。じゃというわけで実況はたまちゃんでした。